この時間は2019明治安田生命 J1 リーグ第15節、大分トリニータ対名古屋グランパスの一戦をお伝えしていきます。まあ、今日はこの J1 リーグ中断明け2週間ぶりに迎えるゲーム、しかもその中断前が両チームとも連敗、3試合勝利がなしという状況で今日は迎えますので、この中断明け初戦は勝って、また序盤のような勢いを取り戻していきたい、そんな大分と名古屋になっていきます。さあ、改めて両チームのスターティングメンバー予想フォーメーションです。ゴールキーパーは高木、そして3バックの右でした岩田が、まあ、コパアメリカ代表に選ばれておりますので、庄司が入って、真ん中鈴木、左三沢が初スタメン、中盤右松本、左高山、そして島川、前田涼介、あとは小塚、オナイワード、藤本という前線なんですが、その三沢、前田涼介、高山、スタメン3人入れ替わっているという大分になります。名古屋もスターティングメンバー予想フォーメーションでご紹介します。ゴールキーパーランゲラック、右から宮原、中谷、丸山、吉田、ボランチが米本とジョアン・シミッチ、そして、中盤今日右に入るガブリエル・シャビル、2試合ぶりのスタメンです。左泉、あとは長谷川リアジャスルとジョーが戻ってきました。ジョーは3試合ぶりのスタメンです。さあ、シャビエルコーナーキックです。ここはショートコーナー、変化を加える米本、シャビエルこのタイミングで放り込んでくる、ヘディング、長谷川のヘディングでしたが、高木、長谷川、アリア・ジャスール、そして高木、若干厚く当たってしまいましたからね、イメージでね。さあ、まあ、ここはチャンスですよ、はい、ちょっとポカッとスペース空いています、うん、オナイウ、ドリブルで持ち上がる、シャビエル戻りましたね、シャビエルが戻りましたね、はい、ただまたオナイウ入った、うん、さあオナイウ、ここからあと藤本に渡した、藤本いった、ビッグチャンスでしたが、藤本のシュートは大きく浮いてしまいました。いや、ここはもうビッグチャンスでしたね、はい、また藤本、うん、ああ奪った、これは藤本、さあまたチャンスになってくるか、藤本、オナイウ並走する、藤本浮かせた、オナイウ、あのサイドネット、立て続けのビッグチャンスを置いた、これも藤本の頑張りからね、はい、いや、高い位置でプレッシャーをかけてきます名古屋、うん、これ剥がしましたね、はい、こうなるとチャンスですよ、はい、松本から前田涼介、さあ前田、また松本、松本のクロスと内容に合わないが、その奥三沢、今はオナイウですかね、最後ね、そうですね、はい、やはりあそこをこう剥がすとチャンスになりましたね、まあ、松本からちょっとこうずれましたけど、後ろから中ですかね、これで、どうでしょうね、なるほど、これでちょっとなんかプレーが止まったような感じになったわけですね。ここは前田涼介、あとシャビエルカットした、ね、さあシャビエルスピードを乗って一気にエレンの中に入って、シャビエル、高木よく伸ばした、ただシャビエルもコースを狙ったフィニッシュでしたが、高木のセーブに遭いました。奪ってから一気でしたね、まあ、ここね、一回奪ってからシャビエル一回見てるんですよね、うん、キーパーが出てたんでね、さあその前田直樹も寄ってきますが、ここはカットするか、オナイウのところ、ジョー、吉田、さあ泉、折り返して流し込んだ、宮原です、名古屋追いついた、宮原がゴール前に顔を出して、これで1対1、ここは泉の仕掛けですね、ここから始まりましたね、このボールの持ち方からグッと入ってね、やはりゴールキーパーとディフェンダーの間に速いクロス、グランダーのねボールっていうところは、これはなかなかね防ぎようがないですね、この泉の仕掛けですね、ここでもう勝負ありですね、シミッチもらう、
さあ米本から上落としてバットただ浮いてしまった際どいところになったんですが前田直樹高木です。上が落として前田直樹ミートしなかったんですが逆に際どいボールになりました今のシーンです。さあここはシャビエル戻して米本つないでいく上に入るかシャビエルっていった跳ね返り大分もシュートブロックには必ず入ってます、ね、ヘディング前田直樹バックには行きましたが最後前田直樹のヘディングシュート。さあシャビエル一転して今度は名古屋です。シャビエルから前田直樹さあ勝負いきましたよ。さあ前田直樹一気に入ってきたラストパス流れてシャビエル仕留める。ただ高木決定機シャビエルこれは仕留めたかった。行きましたか。さあここ遠いサイドただ大分しのいでここで試合終了の笛です。結果的には1対1大分トリニータ対名古屋グランパスは1対1引き分けに終わっています。